なにこれ、目玉焼きパチパチゼリー。うん、ハサミちょうだい。うん、開けてみてよ。今なにこれ、ちょっと本物見て。あ、うん、頭が入った。なんか後ろに書いてあった。まずフライパンに粉2つない？あ、 これを2つ入れるんじゃない？2つ入れるのか。うん、かかって。うん、ハサミ使う？使う。気をつけてください。はよ、ゴミこっちに置いて。パパ持ってあげる。これ何？なんかパチパチ目玉焼きの、あ、パチパチするやつかな。美味しそうだな。うん、ここちょうだいよ。ちゃんと開いてなかった。気をつけたな、お前って。何？できた。砂糖みたいな白いやつだった。一個もらってみようかな。あれ、またパチパチ。あ、パチパチするよ。ちょっと食べてみればいい。ん？うん。開かない？硬いな。すげえ買ってるぞ、これ。パチパチ目玉焼き。ここまでやったら開くんじゃない？あ、ついた。そしたらその目玉焼き見せて。ここに、うん、いいよ、ここに乗っけるだけだから。うん、でゆっくりよ。プチってできない？どうやってんだ？どうやってやんの？うん、こうじゃない？こう？うん、おお、プリンと同じだろ。あ、そうか。こうやるとこうなるじゃん。うん、で、ひっくり返す。で、低い位置からひっくり返す。こうやってやる。うん。手は触んないで。ひっくり返す。そうそうそう。で、ペコ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 やると。できない？難しい？やっぱりひっくり返っちゃうな。やっぱ直すから。オーマイガー。うわー。わお。わおわおわ。フライパン持って料理してよ。料理こうやってできない。ん、一回切ってみよう。もうちょっと聞かせて。いい？じゃあやります。いやなの。どうすんの？でも切っちゃう。いちごジャムつけないで。そのまんま切ったもいいんだよ。でもいいんじゃない？持ってきた。じゃあ、髪の毛は、だ。端っこだけ、角っこだけ切る感じ。そうそうそう。で、ちょーっとかけて。絵でもいいし、何でもいいから。ペチャップみたいなもんなの？うまいね。本当？これはうまいよ。じゃあ切ります。いかない。成功、切れた。で、完成。で、完成かな。よかったじゃん。で、食べる。よかった。じゃあ完成。食べるのか。これ何これ。
あっち行っちゃう。うまい？味は？なんか美味しい？あの普通の卵の黄身と同じね味しない。しない？違う味ってことね。うん。うん。分かってよ。ありがとうございます。はい。じゃあね。じゃあね。